原田茂治は日本の科学者。医界は14位。君党は随法小受賞。学位は理学博士。静岡県立大学名誉教授。日本学術振興会奨励研究院。静岡女子短期大学助教授。静岡県立大学短期大学部教授などを歴任した。北海道大学に進学し、理学部の公文主学科に在籍し、理学を学んだ。 1971年に北海道大学を卒業すると、そのまま北海道大学の大学院に進み、理学研究科の高分子学専攻にて研究を続けた。1976年、北海道大学大学院の博士課程を単位取得退学した。大学院を単位取得退学した後は、2年ほど日本学術振興会の奨励研究員であった。 1979年、母校である北海道大学にて工学部の講師を務めた。同年、静岡女子短期大学に採用され、講師に就任して教鞭を取り、後に助教授に承認した。静岡女子短期大学が静岡薬科大学や静岡女子大学と統合され、新たに静岡県立大学が設立されると、そのまま、 静岡県立大学にて教弁を取った。1987年から1991年まで静岡県立大学短期大学部の助教授を務めた。同年、短期大学部の教授に承認した。短期大学部においては一般教育を担当する教授として勤務していた。また、2000年より静岡大学の工学部にて講師を兼任していた。その後、 静岡県立大学より名誉教授の称号が送られている。2020年9月10日に死去した。同日付で14人に除されるとともに、随法小受賞が授与された。専門分野は科学であり、物理学との関わりが深い物理科学を専門とする。良親倍性を持つ物質の溶液について、熱力学の観点から研究に取り組んでいる。また、早くから、 情報技術の将来性に着目しており、1986年の時点でパーソナルコンピュータによる個人用データファイルの作成と題した論文を発表し、個人情報の収集、管理にパーソナルコンピュータの活用を唱えた。近年では学術研究の場において、電子媒体上の文献、電子図書館、デジタルアーカイブなどに代表される、 様々な電子的資料の活用を訴えている。また、日本の高等学校の教科に情報が導入されたことから、静岡文化芸術大学文化政策学部教授の野村隆とと共に、新教科、情報導入後の高校生の情報リテラシーの推移を調査、研究している。ありがとうございます。